亭料理人のフレアです。今日は天ぷらを作っていきたいと思います。これはみりんという日本の調味料ですが、なければ砂糖で代用ができます。これを火にかけていきます。火を止めたら、よく絞った大根おろしを入れます。タレが完成しました。今日はこちらの材料を用意しましたが、お好みの材料で構わないと思います。火の通りやすいもの、ナスなんかは少し大きめにカットして、かぼちゃなど火の通りづらいようなものは少し薄めにカットした方がいいと思います。次はエビを下処理します。まっすぐに揚げるコツを今からしていきたいと思います。まず尻尾の先端を少し切って、中に油が入るようにすれば尻尾までカラッと揚がって食べやすいと思います。そして、エビの殻を剥いていきます。エビの半分ぐらいまでお茶目を入れます。そしてまっすぐになるように潰します。天ぷらの衣を作ります。少しダマになっても全然問題ありません。硬さは、このぐらいになります。ホットケーキほど硬くないぐらいに小麦粉をまぶします。小麦粉をまぶすことで、仕上がりが良くなります。それでは揚げていきます。油の温度は衣を入れた時に下につかずにすぐ上がってくる程度の温度、これがちょうどいいと思います。それでは揚がったので盛り付けていきます。こちらで完成です。先ほど作ったタレと一緒に熱々の梅口にお召し上がりください。お家でのクッキング楽しんでください。